さあ始まりましたカスタンチャンネルです。今日はですね、昨日東京でイベントがあって、めちゃくちゃお酒飲んだってちょっと顔むくんでるんですけど、じゃーん、スケインさんです。今日はスケインさんと2人であるところへ向かってるんですけども、むちゃくちゃ懐かしいこの道。僕ですね、ここ明大前に当時住んでて、今これ明大前に続く道なんですけど、渋谷から超懐かしいです。でね、これちょっと行った左側の家やったんですよ。 どこやったかな、 5.5畳、7万円の家。まだまっすぐです、まだまっすぐ。そう考えて歩いてたんやな、だから駅から。でもそれでも近いと思ってて。いや近いですよ、まだこのぐらいの距離。そうですね、どこやったっけな、もうちょっと、そう、もうこんなんなかった。スーパーバリューこんなんなかった。あ、でもあっこのコンビニ覚えてる。あ、多分あの信号左です、僕住んでたところ。ぼったくられた6ヶ月分の家賃をぼったくられる、多分ここです。うわ、ここ、ここの花屋さんあった、あったあったあった。あー、ここやー、あの白い車の後ろにつけてください。ここだー、ここです。あ、いや大丈夫です。ここの、ここの、僕あの辺の部屋住んでたんですよ。ほんでここにバイク止めてたんですよ。ここにちょっと綺麗になってますけど、ここにいつもバイク、あ、綺麗になってますわ。この外壁はここにいつもバイク止めてたんです。ダブル650度、この辺によく止めてた。でもここは俺の場所やってやってるんですけど、絶対誰かが置いてきたりするんですよ。だ、それをこうのかしたりとかしてね。もうこの辺の家、多分あの辺の家です。うん、うわ懐かしい、めっちゃ懐かしい。そうそう、トップ明大前、トップ明大前。うわ懐かしい、これで水買うんですよ、これで水買うね。うわ懐かしいわ、懐かしい。ここにムーちゃんも住んでたんです昔。はい、ということで、和光二輪館の近くのまずガストでご飯を食べようってなったんですけど、見てください、 NR 発見しました。すげえ、 NR だ。うわ、 NR 専用の色ですよこれ。そしてダブルワンを発見しました。むっちゃ綺麗ですねこのダブルワン、ピッカピカで。かなりゲストはしてるんじゃないですか。ダブル乗ってたからもうすごい、これ綺麗ですよ、すごい。いますね。いや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 、やっぱ日曜だから今日は。あれ NSR ちゃんかな、ちゃんもう NSR の人来るでしょうね、ここにはだからでしょうね。もう楽しみや。さあやってきました、二輪館です。二輪館来ました。おお、たくさんバイクがいます。NSR もありますね。あ、ここ開きますよ。あ、ここも開いた。今入ったんです。あ、そうか。あ、セブンだ、スーパーセブン。さあやってきました、和光二輪館です。あ、こんにちは、はじめます。え、鴨の橋さん、鴨の橋さんのバイクどれ、あれどれNSR かな、また鴨の橋さん、いつもコメントありがとうございます。え、鴨の橋さんは顔出し OK の人、一応大丈夫です。一応大丈夫、鴨の橋さんです。 TRX これ850ぐらいでしたっけ。ですよね。ああ、こういうフレームやねんね。これカスタムポイントはどうなんですか。まあ、大したことはやってないですけど、大切に乗ってるって感じ。まだ2年半ぐらいなんで。あ、そうなんですか、2年半。このバイクのポイントは何なんですか、 TRX のポイントは。まあツインで850で乗りやすいっていうのが。ああ、なるほど。カスタンチャンネルです。今日はですね、和光二輪館来ております。じゃーん、見てください、和光二輪館には NSR の専門コーナーがあるんですね。え、見てください、こうやってバイクがこうそのままあったりとかですね。これすごいじゃないですか、ほら純正パーツが普通に売ってるんですよ。僕が失敗したのメカニカルシールも売ってるじゃないですかこれね。これ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 も僕買ったばっかりですよ、 T2 さん。あ、断面図みたいなのも置いてくれてますね。
これは18じゃないですね、違うやつですね。あ、ウォーターポンプギアのこのシャフトも売ってますね。あ、こっち T2 製ですね、これね。あ、これがあれや、あの井上ボーリングさんであるラビリンスシールなのかな、クランクセンタービアリングね、とか。うん、あ、これ元アップさんのカタログもありますね、すごいです。さっきあの直されたんですけど、ここには T2 さんの僕のカッターのホースとかもあります。普通にあのめっちゃ興味津々で見てるんですけど、ガスケット純正パーツが普通に何気に買えるっていう、 T2 さんの商品結構浮いてますね。これね、 T2 さんの安いんですよね、ケーブル、鑑識クラッチ、すごい。あ、これです、これです。あ、こういうのもあんねんな。興味津々でございます。私ホンダ純正パーツテンション上がります。だ、これタイガーパフォーマンスのパーツちゃいます。来週僕タイにね直接行きますけども、いいの見つけました。プロスペック、これ欲しかったんですよ。売ってますから、ね、これちょっと勉強したいと思います。帰り新幹線でしっかり見る。これエンジンのスタンド売ってます。これそそられますね。MC16 に対応してない商品ばかりですね。88からっていうのが結構多いですね。でも本当は16でも使えたりするんですけどね、結果。お、元アップさんチェーンアジャスター。あ、すごい、これ全部チタンの T2 さんの商品出てますね。なかなか NSR の、ね、パーツだけを展示してるのは貴重ですね。関東で一番を争うねところらしいです。今のお店の方がですね、あの車資台の場所をですね紹介してくれるということで。あ、これですか、 NSR。 これもお、ここでパワーチェックできる。4000円でできるみたいです。ぜひ皆さん二輪館和光店来てください。修理も、あ、修理も受けてはるんですか、すごいですね。だからやっぱ NSR に特化した店員さんがいるってことですね、はい、なるほど。ちょっとあの二輪館の店員の人は絶対顔を出したくないっていうことですね。なかなか修理のね NSR が、あっちも修理。お、これこっちも、もう至る所に NSR が普通にいます。おー、さすが和光まで来た甲斐がありました。あ、っていうかあれじゃないですか。ですね、カッサンチャンネルの、ああスーパーペリカンジョグの人じゃないですか。再会しました。ちょっともうキムコどうでもいいですわ。嘘です。これめちゃくちゃ人気というかね、あのすごい反響ありましたよね。これめっちゃ早いんですよ。めっちゃ早いんですよ。すごいタイムリーな。タイムリー。カッサンチャンネルのステッカー貼ってくれてます。俺にはさすがに勝てない。ありがとうございます。ありがとうございます。キーホルダーも貼ってきました。ああ、カッサンチャンネルキーホルダー。ありがとうございます。これ直す。で、何が潰れてたんですかこれ。これですか。はい。いろんなとこ潰れてました。マジで。パクられた。パクられて。パクられてない。この辺へし折られて。それを直した。直して、はい、今会長、会長なんかいいじゃないですか、良かったですね。これ特徴は
特徴はありますか、ね、特徴なし特徴なしスーパーナインさんに、スーパーナインさんじゃない、高村さんか、高村さんに N5 のフロントですかね、これフロントです、フロントのディスクもらいました。嫁さんに内緒でバイクをいっぱい買ってるので、嫁さん、あの、この動画を見てたら旦那は多分見る、こっそりこっそりバイクを買ってます。嫁さん見てください、やめてください。知り合いになりました。これは MC 何でしょうか。21です。21乗ってどのぐらいですか。乗ってまだ1年くらいです、ね、あ、1年ぐらい、はい、なんか不具合とかは、は特にはないですね。ああ、なるほど、はい。なんかこうアピールポイントは、アピールポイントっていうか、最近、はい、この水温計あるじゃないですか。はいはいはい、これをあのデジタル水温計を埋め替えたことですかね。確かに。なんかめっちゃ収まりよく入ってますね。めっちゃかっこいい。でもこれ、はい、おいくら万円したんですか。自分が買った時は70くらいです。うわ、それはそうですよね。はい、70。調子はいいと。70出しましたもんね。あの、あれ、クランクは、クランクはオーバーストコールしてもらって、とりあえずエンジンだけはオーバーストコールしてもらって、それ以外はやってもらってない。ラビリンスはまだしてないと。したいですね。でも専用のコーナーのテンション上がりますよね。テンションすげー上がります、ね、明後日井上ボーリング行ってきます。あ、そうなんですか。で、ラビリンスしてきます。あ、え、本当ですか。うん、 MC16 日本初。すごいですね。今日はあの RC バルブの風鈴あるじゃないですか、はい、風鈴車、はい、あれの交換をしに来ようと思ったんですけど、うん、まあ、そのやってる人の運が悪く今日はダメと言われました。これですね。はいはいはい、これがつけらんなって言ってる。なるほど。ああ、おはようございます。ご無沙汰で、ご無沙汰してます。え、明けましておめでとうございます。私もよろしくどうぞ。高松さんがやってきました。モテギでね、仲良くなった。来てますね、うん。ボロボロ、何もしてないもん。うん。有言実行。八九でしたっけ？八九、中身八八。あ、うん。中身八八。八八。うん。なんか乾杯みたいな感じでね。イエーイ。200でえぐいっすね。なんかえぐいっすね。うわ、 MBX の音かわいい。これが普通に止まってるってすごいな。フロントフォーク4本ついてる。えぐ、このなんかホイールとかもめっちゃ金かかってそうですもんね。平松さんお帰りになります。帰ります。これが平松さんのジェスペゲです。あまり乗ってないです、ね、あまり乗ってない。確か綺麗ですもんね。バッテリーがこの間ぶっ飛んだヘルメットです。レースでぶっ飛んだヘルメットです。皆さん気をつけてください。事故には気をつけてください。うわ、すごい音。いい音。2台シードが並びました。110円だけどシールを張り替えて。結構ちょっといろいろ入ってますね。パーツがダックス見つけました。ディスクブレーキになってます。かわいい、かわいいダックスです。そして VFR、MC16 を持てるのになんで VFR も買ったんですか。多分もう買うのは最後だと思って乗りたい場合、乗ってみたいバイクで買った。なるほど。続々と NSR 軍団が来ております。お、 TRX CB V4 ということで、みんな楽しみました。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。
煙がすごい。